耳から学ぶヨガナンダ氏の教え 1-1 人は、はじめ、どのようにして神を見つけたか。 1 聞き物語。我々は、人間が最初、どうして美術を思いついたのか容易に理解することができます。つまり、人が怪我や病気で苦痛を感じたため、それを癒す方法を探したのです。では、どうして神を見つけようと思ったのでしょうか。それを理解するには、もう少し深く考えてみる必要があります。インドのベーダの中には、神についての最も古い、しかも真実の概念が記されています。このインドの聖典は、長い時の検証を経た不滅の真理を世界に提供してきました。必要は発明の母と言われているように、どんな発明も、その動機は必要性でした。同様に、古代インドの賢者、リシたちも、必要に迫られて、霊的探求に取り組み始めたのです。彼らは、どんな外面的成功や繁栄を手に入れても、内面的な満足がなければ、永続性のある真の幸福は得られないことに気がつきました。では、どうすれば、真の幸福が得られるのか。これがインドの賢者リシたちの取り組んだ問題だったのです。自然が表す3つの姿。有自然の礼拝は、大自然のさまざまな力に対する人間の恐怖から始まりました。大雨が降ると大勢の人が洪水で死にました。すると人々は恐れて、雨や風やその他いろいろな自然の力をそれぞれ神と考えました。やがて人間は、自然が創造、存続、破壊という3種類の姿で働いていることを知りました。例えば、波は海から立ち上がるとき創造の状態を表し、次にしばらくその高さを保って存続し、最後に砕けて海の中に消滅します。イエスが宇宙的な悪の力を人格化してサタンと呼んだように、インドの賢者リシたちも創造、存続、破壊という宇宙の3つの力を人格化してみました。そして創造者をブラフマ、保存者をビシュヌ、破壊者をシヴァと名付けました。これらの次元的力は、非権限の霊である神がご自分の創造劇を上演するためにご自身を投影して作られたものですが、神ご自身は依然として一切の被造物を超越してそれらの意識の背後に隠れています。そして一つの宇宙が壊滅するたびに、あらゆる被造物とそれらを動かしていた膨大なエネルギーは本源である神の霊の中に溶け込み、次の新しい役割を演じるために再び他の偉大な監督から呼ばれるまで急速に入るのです。ブラフマ、ビシュヌ、シヴァの物語。インドにはブラフマとビシュヌとシヴァに関する一つの物語があります。ある時、3人がそれぞれの素晴らしい力について自慢し合っていました。するとそこへ一人の少年が現れて、ブラフマに、あなたは何を作ることができますか?と尋ねました。ブラフマは胸を張って、私は何でも作り出すことができると答えました。少年は他の二人に向かって、あなた方は?と尋ねました。二人はそれぞれ、私は何でも保存する、私は何でも破壊すると答えました。少年は爪楊枝ほどの大きさのわらくずを一本手に持っていました。そしてそれをブラフマの前に置いて、ではこれと同じわらを作ることができますか?と尋ねました。ブラフマはそれと同じものを作ろうとしましたが、驚いたことにいくら努力しても作ることができませんでした。少年は次にビシュヌに向かって、あなたはこのわらくずが消えないように助けることができますか?と尋ねました。わらは少年に見つめられて少しずつ消え始めました。ビシュヌはそれを元の形に保とうとしましたが、その努力は無駄でした。
最後に少年はもう一本藁を作り出して芝にそれを消滅させることができるかと尋ねました。しかし芝の努力にもかかわらず小さな藁は元のままでした。少年はもう一度ブラフマに向かって尋ねました。私を作ったのもあなたですか？ブラフマは一生懸命考えましたが、このような驚くべき力を持つ少年を作った覚えはありませんでした。すると少年の姿は突然消えてしまいました。三人の神々はそこで初めて迷いから覚め、彼らの力の背後にはもっと偉大な力が働いていることに気がついたのです。根本原因としての神。西洋では神の概念は因果の法則を観察することから発達しました。人が地球から素材を取り出し、あらかじめ心に描いた構想に従ってそれを成形すると目的のものが出来上がります。このことから研究者たちはこの宇宙全体も構想をもとに作り出されたに違いないと考えました。そしてすべてのものが初め構想として存在したとすれば、その構想すなわち宇宙計画を作った誰かがいると考えました。こうして人間の理性は因果の法則から根本原因の存在を推論したのです。科学はちょうど家がレンガを材料として作られているように、すべてのものが電子と陽子という目に見えない素材によって作られていることを発見しました。しかしなぜある電子と陽子は木になり、別の電子と陽子は石になったり人間の肉や骨になったりするのか誰にもわかりません。どんな知性がそれを導いているのでしょうか。こうした一連の疑問は自然界の性質を研究する科学者にも神の存在を考えに入れる余地を与えます。インドの賢者リシたちは、すべてのものはこの根本原因すなわち神から生じ、再びそこへ戻ってゆくと言っています。至る所に見られる秩序と調和。はじめ西洋の研究者たちは人間が皆物質と心の複合体であると感じられることから、宇宙にも大自然と心という二つの別々の力が存在すると確信しました。その後彼らは考えました。なぜ自然界の万物はそれぞれ特定の様式に配列されているのだろう。なぜ人間の腕は皆左右同じ長さにできているのだろう。なぜ大空の星は互いに規則正しく運行しているのだろう。宇宙には至る所に秩序と調和が見られる。そして彼らは心と物質はそれぞれ互いに無関係に存在しているのではなく、唯一の知性によって全てが支配されているに違いないと結論しました。この結論から自然に唯一の神があって、それは万物の根本原因であり、しかも万物に内在し、かつ背後にあってそれらを導いている知性でもあるという考えに達したのです。最高の英知に達した人たちは、全てのものの本質はその現れている姿の背後に隠れている神の霊であることを実際に知覚し体験しています。もしあなたにもこの知覚能力があれば、神が万物の中におられることがわかるでしょう。では先人たちはどのようにして神を実際に見つけたのでしょうか。まずはじめに彼らは目を閉じて視覚による外界との接触を遮断し、目に見える現象の背後で働いている知性を感じ取ることに意識を集中しました。彼らは神の存在は五感の感覚では見つけることができないと考えたからです。彼らは意識の集中を深めることによって自分の内部に神の存在を感じ取ろうと努めました。そしてついに五感の感覚をすべて遮断する方法を発見し、一時的に物質的意識から完全に離れることができるようになったのです。すると次第に内なる霊の世界が見えてきました。不屈の忍耐をもって
内的探求に没頭した古代インドの偉人たちに、神はついにご自身を表されたのです。信仰と正しい行動が神の注意を引く。こうして聖者たちの神に対する知的理解は、次第に神を実際に知覚する体験へと変わっていきました。ですから、あなた方も神を知ろうと思ったら、それと同じことをすればよいのです。あなた方は神に祈るとき、十分な時間をかけていません。あなたはまず神についての正しい概念を持つことが必要です。神についての明確な考えを持つことによって、あなたと神との関係が形成されるからです。そしてその考えが実際の体験に変わるまで瞑想し祈りなさい。そうすれば神を知ることができます。あくまで忍耐強く続ければ、神は必ずあなたの前に現れてくださいます。神は絶えず人々の心の中を探しながら、純粋な誠の愛だけを求めておられます。神は幼子のように、我々がいくら財産を差し出して呼んでも見向きもしませんが、ご自分に対する愛の呼び声にはすぐに駆け寄ってこられます。神を求めるときは下心があってはなりません。ただ無条件の一途な不屈の信仰を持って祈るべきです。神に対する愛が自分の体に対する愛着と同じくらい強まれば、神はあなたに来られるでしょう。信仰の次に重要なのは行動です。神は力だから、何事も積極的に行動しようという人がいます。あなたが積極的に善行を行うとき、もし絶えず神のことを第一に考えて行うならば、それによって神を知ることができるようになりますが、良いことをしているつもりでも心の持ち方によっては同時に悪を行っている場合があります。教会活動に熱心な牧師がいくら大勢の信者を集めても、もし彼の心の中で神に対する思いよりもその活動に対する自己満足が優先していたら、神を喜ばせることにはなりません。何をするにも、うちにいます聖なるお方のことを第一に考えることが肝心です。あなたが自我の欲望を完全に捨てて、何事も神に対する愛を持って、ただひたすら神のために行えるようになったとき、神はあなたに来られます。そのとき、あなたは自分が生命の大海原であり、万物は自分の中で揺れ動いている無数の小さな生命の波であることを知るでしょう。これが行動を通して神に至る道です。何をするにも、それを始める前も、している最中も、終わった後も、神のことを考えているようになれば、神はあなたに来られます。この世に生きている限り、あなたは働かなければなりませんが、あなたを通して神に働いてもらいなさい。これが信仰における最も大切な姿勢です。歩いているときは神が自分の足を通して歩いていると思いなさい。働いているときは神が自分の手を通して働いていると思いなさい。何かを成し遂げようとしているときは神が自分の意思を通して成し遂げようとしているのだと思いなさい。こうして絶えず神のことを考えていれば、神を知ることができるようになります。また、神を忘れた行動よりも霊的向上に役立つ行動、神を絶えず意識しながら行動することを好むよう理性を養いなさい。